次、2本目、はい、お願いします。2本目のタイトルは出ました、三枝高校チームプレー飛距離1あのスローモーションスローモーションいやマジで1ヤードしか完全にあの見ましたけど、もう上行って、うん、上にこう当たって低く長くって言われてんの先に短く上にみたいな上昇みたいな、はい、まあそんなのあったんですけど、美穂さんに来てる質問、はい、シディウスブラックさんからです。美穂さん質問です、はい、最近 46.5 インチのシャフトをドライバーに組んでいますが、たまにミートすると半端ない飛びなのですが、タイミングがなかなか合いません。注意すべき点はどのあたりでしょうか。はい、これ私も46インチ使ってるんで、うんうん、気をつけてるとこなんですけど、うんうん、切り返しは絶対速くない方がいいです。ゆっくりゆっくり、ちょっとゆっくりめにした方がいつもより長い番手の方がちょっとこうなんていうんですかね、こう戻ってくるのを少し待つみたいな感じですかね、うんうん、トップ上げてこう降りてくるのに合わせてこうタイミングを取るというか。でも難しいの待つのって長いの、やっぱその個人個人によってそのなんかやりやすいリズムの取り方がやっぱあると思うんですよ。だからもうゆっくりの選手もいるし、そのやっぱこう速い人もいるんで、私なんかはやっぱこう速い方が本当は多分気持ちいいというか、速くなりすぎちゃう方なんで、だからゆっくりするのはちょっとやっぱ難しいんですけど、でもその方がやっぱこう当たるんで、そうしてますね。それは練習したの、ゆっくりになるように。あのそのタイミング、その数えるのもそうですし、昔より多分相当ゆっくりゆっくりになりました、切り返しとかは。へー、もっとなんかパシャンパシャンって言ってたサッ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 、音が多いよね、サッサッサッ。え待って待って今、ま、待ってください、5円のためとかありましたみたいななんかちょっとそっちのタイプだったんで、ちょっとゆっくり、まあ、なんかこうイボミとか、あーそうってのを見るとちょっとタイミング取りやすいかもしれないですね。そうね、うん、ゆっくり打ってる人を見るっていうのも一つ、はいはい、なんかでも待つの怖いですよね。なんかうーんなんていうんですか、なんだろう、早く行くと早く行ったで、はい、あの全然ためもなんないなっていうのもおかしいけど、待つのは待つで、ね、うんみたいな、たまにいつ下ろせばいいのみたいな、いつみたいな、いつって間になんかここに落下しそうみたいな。なんかでも待てば待つほど溜まるし、そうですね、クラブも立ってくるしってことだよね、うん、はい、出すかって、はい、ですかわいい、はい、で次、ゴルフで泣いたことがありますかって、すごいいい質問だよね、うん、まあ確か聞きましたよね、あのチーピンで泣いたんだって、はい、そうですよね、泣いてましたって、はい、他になんかあります、ゴルフで。あー思い出しました、それ前回は練習場で歌ったじゃないですか、うんうん、私一回ラウンド中に、うん、なんかもうやっぱりこうチーピンが調子悪くて、チーピンが出てる時代の時にラウンドしてて、もうやっぱ一緒に回ってる人、もちろんプロ目指してないアマチュアの方と一緒に回って、一番悪かったんですよ、一番曲がってて私こう目指してやってるのにこんなんじゃみたいな感じでちょっとやっぱこうもちろんいいところも見せたいし、そうだよ、ね、っていうのもありますし、みんなにもそう言われてるからね、そうですね、今日前評判もあるしね、プロ目指してる子来るからみたいな感じで飛ぶんだよって言われてね、それがなんかもうふにゃーみたいな、自分してふにゃーみたいなすごいひどい左の引っ掛けが出てた時って右のも出るよね、はい、出てたんで、もう収集つかないぐらいの感じ、ちょっと待ってくれみたいな、いやもう明らかにこうインパクトで自分でやりましたみたいな感じのが出るんで、それはそのぐらいですかね、なんか今思いつくの、言葉になって、まあ皆さんもねあると思うので、ぜひあの泣いたことがあればコメントに書いてはい、次、美穂さん、何ホールをカルカルとクリアしてアンダーも狙うの素晴らしい、さすがリサちゃんの後輩だ、ありがとうございます。アイアンは常に抑え気味に打ってるし、フェアウェイウッドはフェアウェイえ運ぶように打ってるし、ツアープロなんですかっていう質問とかもコメントなんですけれども、はい、まあアイアンとウッド、
で多分こう打ち方を変えているのかっていう風な感じなのかな、美穂ちゃん。すごい極端に何を変えてるっていうのはないですけど、そのアイアンを抑え気味に打ってるっていうのは、まあハムショットを結構することがあるんで、ライン出ししてたもんね。あ、そうですね、ライン出しみたいな、ね、それはやっぱフェアウェイウッドじゃあんまり使わない打ち方です。そうだよね、うん、フェアウェイウッドライン出しとかしないよね。ダンスプロとかはこうしてるかもしれないですけど、そっか、私はあんまりフェアウェイウッドはしないんです。それぐらいで打つんだったらもうちょっとユーティリティとかでちょっとこうフルショットみたいな感じで打っちゃいます。なんか特にじゃあ2つで打ち方を変えてるって感じ。打ち方はそうですね、変えてないですけど、やっぱそのボールの位置が違うんで、もちろんアイアンは絶対ハンドファーストに入れるようにしてますし、フェアウェイウッドはまあしない、ハンドファーストにしないっていうのがまあ違いですかね。あ、構えからもう違うってこと？そうですね、あのボールの位置がやっぱりこうアイアンなんかは真ん中よりもちょっと右、ショートアイアンはちょっと右に置くん で手元の位置って左内ももであんまり変わんないので、どの番でも、だから必然的にこうハンドファーストになる、うん、でだんだんこう7番アイアンだったら真ん中、5番アイアンだったらこうちょっと真ん中よりも左に、ユーティリティだったらもうちょっとで、スプーンだともうちょっと左になるんで、スプーンの時にはほとんどまあ、うん、もうハンドレイトにはならないですけど、ならないけどほとんどまっすぐぐらいですかね。へえ、番手によってそら多分結構見てる人も知らない本当ですか。私初めて聞いた、アイアンはここみたいな感じだった。あでも真ん中ですか、うん、真ん中のつもりなんだけどでもね、私ここで話するのもあれなんだけど、はい、昨日気づいたことがあって、はい、昨日かよってその場所、はい、なんだけど、私はハンドレートなの打つ瞬間に、はいはい、その理由がボールにこうやって構える、はい、ただここに戻したいんですよ、はいはい、だから戻すイコールこれが生まれるこれが猫パンチが生まれる、猫パンチが生まれるの、はい、でアイアン猫パンチ絶対ダメですか。ダメですね。で、なんでだろうって、なんで、うんうんうん、こう来たいのよ、こう構えてるから、はい、こう来たいんですけど、はい、こう構えてこう来たいんだけど、はい、合わせたいからこうなっちゃう、戻ってきちゃう。で先生と話してた、うんうん、だったらもうアイアンここに構えたらって言われた。あ、右、すごい右ですか、うんうん、ボールはここだよ、はい、だけど右足の前でアイアン構えたら、はい、ここに戻したいの今度、はい、人間って不思議でみたいな、はい、私はここに構えてここに戻したい、はい、猫パンチで、ここに構えたらここに戻したくて、でもボールないからこうやって引っ張るんで、はいはい、ハンドファーストに初めてなって、あーじゃあ飛びますねびっくりして私ハンドファーストできるこの感触今までないみたいな感じですよ、ね、多分。でだから戻すことを逆で利用したみたいな、はいはい、もう私の脳の中はこのボールに合わせたくてしょうがないから、はい、じゃあ合わせる、ここに合わせようよみたいになったけど、ここにボールないからさ、人間塗装的にやっぱこうやって引っ張るようになるから、はい、ちょっと話がずれた、戻します、相談になっちゃった。まあ以上ですね、はい、うん、以上この出ました最初心チンプで一人一夜に、うんうん、